코로나 갓! Hey guys! 来ました! ついに! なんか規模が、あのベニスの方がなんかでかい。まあそれはね、日本とアメリカから。まあ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 。でもなんかそれをこう凝縮した感じがする。めっちゃいいですよ。目の前はこんな感じで海。しかもここ別に入場料とかかからんから。あ、確かにそうやね。パーキング代ぐらい感じなんで、ここでロールアップしてやったろかみたいな。ちょっと行ってみましょう。 やってるよな。憧れる。だからバスケットコートできるかなみたいな感じで行ったけど、じゃあこのめっちゃベニスビーチみたいなところで練習しまっせい。なんかザラザラ、ここね滑りにくいよ。 まあまあどこけたし。暑い。ベニスビーチは思ってたよりベニスビーチじゃなかった。いやほんまに全然滑らかじゃない。うんでもなんかまあ感じ的にはいいけどって感じ。ここはいいけど、この辺ロケーションは最高。はい、じゃあこっちやる。ここの、はい、この地面があんまりここは良くなかったから、ちょっとザラザラ。なんかここはいいけど、こっちは 滑りにくい。こっちビールが引っかかって。ジャムスケートの練習はここでしましょう。 ローラースケーターは誰もいませんでした。ローラースケーター珍しい。珍しい。キッズもいない。スケーターがいっぱい。さよなら、ロングパーク。お疲れ様でした。お疲れ様でした。